本白根山は、群馬県東郡草津町と、妻ま村にまたがる、標高2171メートルの火山である。草津町内にある、白根山を含む草津白根山の手法で、愛の峰を挟んだ南側に位置する。約1500から5000年前に噴火活動があり、山頂付近には5つの大きな噴火口が形成されている。噴火口は南北に並んでおり、 古本白根火災球新本白根火災球鏡池火災球鏡池北火災球の順に、南から北へ順に噴火したと推定されている。それら河口を周遊する、ハイキングコースが整備され、夏には林道やシャクナゲが見られるほか、小草の自生地があることでも知られる。山腹には、草津国際スキー場のゲレンデが広がる。 草津白根山の地形図南側が本白根山の火災急群2018年の火口郷地北火災急鏡池火災急本白根火災急元白根山最高地点元白根山鏡池周辺の航空写真なお2018年の火口位置や数は今後の調査によって増減する可能性がある国土交通省国土地理院地図 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成本白根山では、約3000年前に、溶岩流を伴う噴火があったことが知られている。鏡池北葛西急では、約1500年前まで噴火が起きていたと推定されている。1976年8月3日、登山中の高崎女子校の生徒が、 山頂北西側のガレッサワで、硫化水素を吸い込み倒れ、3人が死亡する事故があったが、近年は2018年まで目立った活動が見られなかった。2018年1月23日10時2分頃、元白根山の鏡池の北側、白根火山、ロープウェイ山頂駅の南側で噴火が発生した。噴火したのは、 鏡池北火西急の北側の円に東西に並ぶ複数の新たな河口と鏡池北火西急から谷を挟んだ西側の河口、それに鏡池河口内の新たな河口列である。このうち西側の河口はスキー場のリフトから約100メートルの位置にあった。元白根山では噴火3分前の9時59分から火山性微動が発生し、 10時0分頃から約2分間の流気と、その後の沈降が傾斜計で観測された。しかしそれ以前には火山活動を示すデータは観測されておらず、前兆のない突然の噴火だった。噴火は水蒸気爆発と見られるが、高温の火山ガスも関与していたと考えられる。噴出物の量は約4万トンと推計されており、 2014年の御嶽山噴火の10分の1程度に当たる。気象庁はそれまで、白根山の湯釜付近を中心に監視していたが、鏡池付近には監視カメラを置いていなかった。噴火の10分後には、草津町役場や草津白根山を常時監視している、東京工業大学から噴煙の目撃情報が寄せられた。しかし草津白根山全体を映している、 気象庁の監視カメラでは天候不良で噴煙を確認できなかったため噴火速報を発表できなかった。気象庁は噴火から1時間以上経った11時5分に噴火警戒レベルを2に引き上げ噴石が火口から 1km 以上にわたって飛散したため11時50分にはレベル3に引き上げた。この噴火で草津国際スキー場に 多数の噴石が落下し、スキー場で訓練中だった自衛隊員のうち一人が部下を守り、噴石に当たって死亡した。また、白根火山ロープウェイのゴンドラに噴石が当たって、窓ガラスが割れ、乗客が負傷するなど、自衛隊員7人を含む計11人が負傷。当初は、なだれが発生したと報じられたが、なだれではなく、噴石による負傷と訂正された。 またロープウェイの山頂駅も被害を受けた。この噴火を受け、気象庁は2018年3月16日から、それまで、草津白根山全体を対象にしていた噴火警戒レベルを、元白根山と白根山とで分けて発表することにし、同時に本白根山の噴火警戒レベルは、レベル3からレベル2に引き下げられた。2019年4月5日、本白根山は、 レベル1に引き下げられた。なお、噴火後、白根火山ロープウェイは廃止された。気象庁は、草津白根山として一体的に噴火警戒レベルを発表していたが、2018年の噴火後、3月から、元白根山と白根山に分けて発表する運用に変更した。2019年には、草津白根山防災会議協議会で、ハザードマップや避難計画が、 初めて策定された。ありがとうございます。